愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオ、今週ねズバリテーマがもう探偵ナイトスクープになっておりますけども、先日ねこちらの番組に出演させていただきまして、ご覧いただいた皆様本当にありがとうございます。放送地域もちょっと限られるので、群馬県放送されないからさ自分は TVer で見ましたけど、で放送されてるんですけど放送内容の時期がずれてる方の、ね、地域もあるので、もしかしたらねちょっと楽しみにとってあるみたいな方はネタバレを大いに含む話をするので、後で聞いてもらっても構わないですし、まあ、それでもいいよっていう方はこの後もねぜひお付き合いください。で、まずね何から話そうかな、その授業準備の方から行こうかな、あとは安井さんとの思い出とかもちょっと喋りたいんですけど、まず今回もざっくり言うとね、中学校2年生の、まあ、エリちゃんっていう子がですね数学できるようになりたいなみたいな話で、それで召喚してもらったんです、その先生としてね。で、直接お会いするのはその時がロケで初めまして で情報はプロデューサーの方とかからこうまた聞きの状態でね、そのエリちゃんの情報を聞いてたので、直近のテストが4点だったと、数学のテストがね。でその前のテストも結構0点が続いてましたみたいな、で通知表も美術以外はオール1の状態っていう感じ で、まあ、その子ができるようになりたいと。でロケの時間が、まあ、限られてはいなかったんだけど、まあ、全然時間を取れますみたいな感じだったけど、どう話を聞いてても集中力が長く持つ条件が整ってないから、正直1時間勝負だなと思ったの。結局でもエリちゃん1時間半か、まあ、休憩含めてですけど2時間くらいは頑張ったんじゃないかな。本当よく頑張ったよ、本当感動したもん、その頑張ってる姿に。そうでも、まあ、1時間ぐらいが勝負だなと思って、で、まあ、準備をしてたんですね。でその時に、まあ、これから例えばなんだろう、だ塾講師でバイトする予定がある人とかも、まあ、参考になればいいなと少し思ってるんですけど、今回自分が準備するにあたってこだわったというか大事にしたポイントは、まず絶対手書きで問題を作ろうと思いました。で今やってたところが図形のところ、例えば照明とかやったり角度の問題やったりってとこなんだけど、照明なんていうのをいきなり振るのは絶対無理だと思ったのね。なんでかっていうと、そのプロデューサーの方から聞いてた情報だと掛け算九九もちょっと怪しいって言ってて、で政府の計算とかもう全く解けませんみたいな。ってことはもう小学校の勉強から算数はもうつまずいている状態なの。でもじゃあ小学校のね、勉強できるようになりましたっていうんだと、本人の頑張ったなっていう感じも得られないじゃんか。だから中学校の内容で行きたいと。ただ中学校の今やってる勉強だけを固めるには基礎がないからなかなか難しい。じゃあ、本人が1時間の努力でできるもの、しかも達成感が得られるところのレベル設定どうしようかなってなった時に、まあやっぱ計算ができるってさ受験においても大事じゃんか。だからじゃあ計算を行こうと。政府の計算、そこに XY とかの文字が含んだね計算で、方程式結局やってもらったんだけど、方程式は正直迷ったの。ちょっと欲張りすぎかなって思って、でも一応プリントは用意してって、で、まあ、当日厳しそうだったらそこの方程式カットしてもいいかなと思ったんだけど、実際方程式も本人はできるようになったし、そうでプラスね、プラスその直近でやったテストの角度の問題からも持ってこようと思った。本人の中ではなんか図形は結構得意っていうのはなんか言ってたって聞いてたんで、じゃあ最近やったその4点だったテスト、そこと同じ問題を意図的に入れて、おその時のテストのやつ解けてんじゃんっていう風にできたら、そのエリちゃん自身もああできるようになってるかもって思ってもらえるかなって思ったのね。そうだから放送の中に入ったかちょっと覚えてないんだけど、最初にね自分が手作りで作ったテスト14問のテストやってもらって2点だったのかな、1問は勘で当たったんだけど、そう2点で、で結果的には最終的に、同じような数字とかを変えてちょっと難しく作っちゃったんだけど、終わったテストの方をそっちのテストでは14点中13点を取ったっていう、まあ、それが番組の流れだったのね。そうでその最後のテストの中には、実はその直近からやったテストの問題も5問ぐらいわざと入れてて、でもし自分の計画としてはそれができるようになったら、そのエリちゃんに実はこれこの前4点だったテストから5問持ってきてんだよって。でテストなんて大体1問3 2点とかほとんどないから3点とか4点じゃん、1問3点だとしても15点取れるわけよ、全部できたらすごくないっていう風になって、自信をつけて送り出したいっていうか、まあ、俺が帰る方だったけど、そうにしたいなと思ってやってたのね。そ
そうで、まあまあそんな計画を持って準備したと。で最近ずっとやってるその夜の自習室に毎日来てくれてる方はね覚えてると思うんだけど、俺問題作ってたんだよずっとね、3日間ぐらいずっとそこ作ってて、でまず絶対手作りで作ろうと思った理由はやっぱり手作りのパワーってすごくて、そう特に勉強が苦手やったりやりたくねえなって思う子にとっては手作りで綺麗に作ってきたっていうのはやっぱりやる気になる。それは俺が多分生徒側でもそう思う、あ自分のために作ってきてくれたんだっていうのがちゃんと伝わればね、そう、まあ、ちょっと音質がましく聞こえるかもしれないけど、やっぱそこは大事で、あとは、今回問題プリント3枚4枚かな作ってったんだけど、とにかくつまずかせないように問題設定をしようってやりました。まず最初は政府の計算から始まったわけなんだけど、政府の計算も、つまずかないようにプラスマイナスの符号の組み合わせとかってつまずきやすいの決まってるので、基本的にはだからこういう風にやっていけばつまずきにくいかなっていう設定で、まあじゃないこうじゃないっていうのを考えながら作っていったんですね。でこれね実は放送終わった後に番組にかなエリちゃんが手紙を送ってくれたらしくて、自分宛とか安井さん宛とかスタッフの方、もうこの辺がねできる子なんよ。しかも字がめっちゃ綺麗なの、 A ちゃん。そう胸、ね、話それちゃって、で今まだ自分の手元には届いてないんだけど、あのプロデューサーの方がスキャンしてくれて送ってくれてて、でそこのね質問にも書いてあったんよ。エリちゃんからの質問もあったし、これ視聴者の方からも質問いただいてたんだけど、エリちゃん山田涼介くん平成ジャンプのねの大ファンなんですよ。で山田涼介くんの誕生日5月9日なんです。でその5月9日っていうのに俺すぐ反応したんですよね。なんかのプリント見た時にこれ山田涼介くんの誕生日書いたろみたいな、そう言ったんだよ。でそれをなんで知ってたんですかって来たんだよね。でこれ、今後塾講師をもし考えてるか、特に個別指導塾の塾講師を考えてる方は覚えておくとよくて、その子の興味あることに関してはとにかく自分が知識として入れるべきです。これは調べていきました。そのロケの時が初めまして、しかも異性なんだよね。同性はやっぱり割と壁取りやすいんだけど、俺が男側でやっぱ女の子の生徒っていうのは壁取り、つまり最初 その人見知り状態ねをうまく崩し方を間違うと修復不可能になります。逆はまだいいんだけど、女の先生で、男の子の生徒だったら割と取り戻しやすいんだけど、男の先生で女の子の生徒の場合は壁取り間違うとやらかします。そうでやらかした場合ロケが終わるからさ、そこ気をつけようと思って、で山田涼介君のことは知ってたので、そうだから調べてた、うん、でもともと5と9を使った問題を説明するときにいっぱい使おうと思って準備をしてたんだけど、たまたまそのエリちゃんが最初のテストで5と9めっちゃあったから、その時に突っ込んだんだよね。これ山田涼介君の誕生日でしょつって、それはそうだったんだけど、でやっぱり自分に興味を持ってもらうってすごく嬉しいことだし、そうそうそう、でもちろん嘘はついちゃいけないよ。山田涼介くんの大ファンだったなんて嘘は言っちゃいけないから、もちろん自分はねそんな詳しくないんで、そうでもその山田涼介くんネタで壁取れたらいいなと思って事前に調べていったっていう、 それでしてたんだよ。まあエリちゃんこれ聞いてないと思うけど、でこれは大事です。でこれは俺が塾講師の時ちょっとある思い出があって、自分がやってた時にあの子中2からかな、中2の冬か秋に入塾してきた子がいたの。友達の紹介で、俺の生徒の友達の紹介で入ってきたんだけど、その時に結構おとなしい子で最初ね、でどうしようかなって思った。壁取りがなかなかうまくいかなくて最初、でもその子が当時の AKB がすごい好きだったの。まだあれよ、 AKB 全盛期です。前田あっちゃんとか大島優子さんとかいた時、神セブンがいた時ね。で俺全然知らなくて、前田敦子さんとかの名前は知ってるけどみたいな感じだったから、でもその子がすごい AKB のことをすごい楽しそうに話すの。だから俺その日その話を聞いたその日のうちに AKB の主要 7人、その神セブンねの名前を全部覚えて、そうで次の授業を臨んだのよ。だからでも詳しくなってる必要はないと思ったんだけど、まず名前を知っておこうって、で覚えてきたんだっつって、で大島優子さんとみたいな、そうそう話してって、でその時にであと篠田麻里子さんと俺誕生日一緒なんよね、そうとか話もしたりして、そうすると向こうから教えてくれるんよね。で大事なのはさっきも言ったけど、嘘はついちゃいけないので、知らないことは知らないっつって、そう話してって、で教えてくれるから、そこから急に大島優子ちゃんはこういう子でとか、この歌の時はこうでみたいな、あそうなんだみたいな、そうするとやっぱり同じ自分が好きなテーマで話をしてくれるってすごく大事なことなので、そう、まあ、そういった経験もあって今回調べてたっていう感じ。そう
ちょ長くなっちゃった。これだけでもごめんなさい、すごい話しちゃった、すいませんね。ちょっと次いきますわ。でこの話はまたあの別動画で撮りますわ、うん、っていう感じでした。まあ、エリちゃん聞いてないと思うんですけどあ、本当ありがとうございました。あのね、エリちゃんが一生懸命頑張ってる姿、俺カットされたらよかったんだけど、あの終わったテスト、そう、あの後半のねテストの方、採点俺がやったんですよ。で俺一人で部屋こもって採点させてもらったんですけど、あのマジで泣きそうだったあの丸つけながらねできてて、本当に本当に嬉しかったっていうのは伝えておくで、あともう一人、安志さんですね。でまずもうただただ思ったのがすげえっていう、あのすごいなんか言葉足らずな表現になっちゃうんですけど、まあ、当たり前ですよ。もうね、安井さん本当にもうプロなので、プロ中のプロなので芸人さんでね、もうとにかく面白い、現場がもう現場を和ませるというか笑わせるというか、もう天才だなと思いながら一緒にね楽しいロケをさせていただきました。本当ありがとうございました。しかもですね、ロケが終わった後にご飯連れてっていただきまして、そうなんですよ。でその時もいろいろお話をね聞かせていただいて、結構子育ての話とかもねさせてもらったんですけど、島田紳助さんのね話とかもしていただいて、もうめちゃくちゃ刺激的な日でした、自分にとっては。いろんな、例えば YouTuber の中でもね、こうすごい才能を持った方がたくさんいらっしゃって、でお話聞いたりとかお会いしたりする中で、やっぱすごく刺激をもらうんですけど、やっぱ違う刺激ですよね。なんかすげえ、ああこういう、まあ俺はねもちろん年上の方なので、安井さんは、いやこういう大人になりたいなっていうのすごく思いました。ちょっと言葉足らずでなかなか伝わらないかもしれないんですけど、いやーよかったあとはすごく気さくでね、緊張してる俺をすごい和ませてくれて、まあ楽しかった。またねどっかなかなかね、あの機会は、俺がねそういう別にあの芸能人ではないので、テレビとか仕事してるわけじゃないからね、あの接点はないかもしれないんですが、またもしあのご一緒できることがあったら、ぜひよろしくお願いします本当にありがとうございました。ということで、まあ、なかなかまとまりない話になりましたが、まあ、こんな感じの放送というかロケだったんですよっていうところですね。まああのなんだろうな、人に教えるっていうのはやっぱり教えてもらう側に権利があると、権利があるっていうか、その評価基準を持ってるはやっぱり教えてもらう側で、まあ俺は、ね、いつもこう動画を撮ったりとか教える側の人間なんですけど、教える側の自己満足も大事です。こだわりっていう意味ではすごく大事で、例えば俺の動画を見て、いや編集してよとかっていうたまにあるんですけど、でもやっぱその編集を入れないっていうのは俺のこだわりだから、そこは折れないね、折ることはできないんだけれども、でもやっぱり受け取ってくれた側、授業を受けてくれた側の方たちが分かりやすかったか分かりやすくなかったかっていうところに、やっぱすごく重きを置くべきだと思うので、まあ、そういった意味ではね、本当に本当にあの多分生放送でも多分アーカイブ残ってると思うんだけど、俺だってこのロケ失敗したら、だってちょっと関わるじゃん、ハイジってリアル授業下手くそらしいよってなるでしょ。そういった意味でもドキドキしてたのよ、正直ね。でももともと塾講師やってる時に、やっぱ本当エリちゃんみたいな子をたくさん教えてきてて、偏差値50超えてる子のが珍しかったからね、俺の担当生徒、だからああいう子たち、勉強やりたくねえな、やりたくねえな、でも何かのきっかけでちょっと頑張ろうかなって思った子たちが一歩こう前に踏み出す手伝いをしたいなって思って、この活動もやってるから、だからすごく楽しみだった。久々のリアル授業だったし、それにきっちりね、本当に2時間ついてきてくれて、で頑張ってそれを結果に出すっていうのは、いや本当にね、ありがとうございました。いい経験をさせてもらいました。はい、ということで以上でございます。ちょっと長くなっちゃったんですけどね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた来週ね、何か喋っていきますので、ああ来週も知ってる、みんな3月だよ、私の誕生日は35歳 ラストのダラダラジオを迎えますね。まあ別にだから特別何か喋るわけじゃないと思いますけど、またね何か喋っていきますので、よかったらそちらの方も聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。